それでは紀藤さんがゲームに慣れてきたところでソロプレイモードより富士笠の山の最終選別こちらプレイしていただきたいというふうに思います、はい、修行を積んだ炭治郎が富士笠の山の最終選別に挑むエピソードということなんですが、まあ流れを引き継いだままうまくプレイできるかどうか早速プレイしていただきましょう。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ほう、やることが書いてある、はい、ということで探索もできるということになっています。はいはいはい、おー、あ、なるほどなるほど。藤の花に囲まれてとても綺麗だったのに。これジャンプアクションもありながらどうですか、まずこの雰囲気ですけれども。すごい綺麗です ね山だ。夜のあの薄気味悪い感じがね出ているでしょうというところなんですが、調べる、はい、これ鬼滅ポイントというものがあって、うん、今オレンジ色に光っていましたけれども、はい、こういったものを集めることで報奨パネルというものがあるんですが、これを開放するときに、まあ、使うポイントが貯めていくことができるということになっています。エリアの隅々まで探索して皆さん集めてみてください。はい、ほいほい、50ポイントですですね。おなんだこれ、青いびっくりマーク出てたと思うんですが、あの、ほうほう、おう、ほう、はい、報奨任務というものがあるんですけれども、青のマークでエリアだったり地図上で表示されるものなんですけれども、同じテーマの報奨任務すべてクリアすると報奨パネルを開放できるという仕様になっています。うんうんうん、はい、だからあと2手に分かれてる。そうそう、2手に分かれてるので、まあどっちに進むか、どういうふうに探索を進めていくかっていう感じですね。じゃあ右、せっかくだから右を選んだ。匂いがする。人が恐れている匂い、興奮している匂い、それに鬼の匂い。鬼の匂い、お下肩ぶりの筋肉だ。おお、鬼だ。鬼です。いきなり二人やれるだろうか。いきなり二人、まあこの辺りではね負けていただきたくないんですが、隙の糸というものがあるんですよ、うんうん、敵の体力を一定以下に減らすことで、うんうん、この隙の糸が見える瞬間があるんですね、うんうん、これを見た時に三角ボタンを押すと一撃でとどめを刺すことができるんですが、おーすごい。あ、あとはさばきというものですね、こう相手の攻撃を何でしょうね、いなすというんでしょうか、うんうんうん、そういうアクションをうまく使っていくと華麗に勝負を進めていくことができるのかなと思います。Lスティックを素早く倒した瞬間にガードボタンでさばきの構えを取ることができますので、うんうん、もしよかったらちょっとチャレンジしてみてください。はい、わかりました。おおお、避けられた。全然さばかない。やはりあるのは攻撃のみ。いいですよ。はいはいはい、おお、ほう、お、あ、ちょっと早いかも。タイミング合わせて、おお、今の相手がちょっと光った時にうまくさばきを合わせると、なるほど、タイミングもあるんですね。そうそう、しかし滝壺の連打。ここでさばきです。あーなー、難しい。これ難しいでしょ。難しいタイミング。これですよ、ここですよ。ここだ。ちょっと早かった。難しい。そうなんです、これうまく決めるのね、本当に難しいんですよ。あ、スキルと三択。何すると、おお。何と言いながら鬼を討伐していくが、もう一体、もう一体いる、はい、いなして、さばきたい、さばきたいね、さばきたい。ここです。あ、ここだ。うまい、さばいた。お、素晴らしい。やった、まだいける、まだいける。あ、もう一回。あ、避けてますよ、避けてますよ。カルト、コンボも決めていきます。相手が光った。あ、惜しい。そう、タイミングは分かってる。あ、ここ、ここだ。ちょっと早いか。あ、ちょっと早い。早いって、あと 0.5 秒とかなんですけどね。なるほど、いいぞ。やはり滝壺こそが最強。一回さばき、さばき、さばき、うわぁ。だからそう、攻撃連射してるとなかなかさばけない。おぉ、勝った。おぉ、惜しい。 0.3 秒入る。あー、もう広いと。そうなんですよ、ちょっとさばくの難しいですね。そう、さばきが決まる。ほら、だからさばきが決まるとやっぱもう S ランクとかいきますよ。なるほど、うん、まあ、これはもうやっぱ訓練のね、あるのみといった感じですけれども。なるほど、この辺りも三つ股にね、道が分かれてますから。三つ股、どうしよう。じゃあまっすぐ。結構じゃあ広いんですね。そうですね、進めないか。進めない。別の道を探さないとな。じゃあ右。なんだ
この腐ったような匂いは危ない。はい、匂いの探知、まあ、炭治郎は鼻が効くので、うんうん、この匂いの探知を使うことで目的の場所への道筋が見えるようになるんですが、うんうん、R2 ボタンを押すことでこのまあ匂いが視覚化されてプレイヤーにも見えるというような仕様になっています。なるほど、はい、早くもうボスを倒したいんだっていう人はこの匂いの探知を積極的に行っていけばいいと。あ、なんか人がいる。そうそうそう、無視なんですか？なんかまずはいはいはい、思いのかけらということで、まあ、これはポーズメニューの思いのかけら一覧からいつでも確認することができるので、はい、思い思いの時にこれを確認してみていただければなというふうに思います。これはほうほう、さっきの人、あ、いたいたいた、あの、どうしたんですか、落ち着いてください。バカ野郎、固まってると鬼に見つかるだろう、離れろ、向こうに行け。ひどく怯えて動揺している。落ち着かせるために離れた方がいいな。やっぱね、鬼殺隊になるって全然当然のことじゃないですもんね。そうです ね、 ね、鬼はやっぱ怖いですから。お、あ、また鬼戦です。ちょっとやっぱさばいていきたいですね。さばきたいです。あ、さばく、ちょっと、うん、あーちょっと、あー、ガードだったから今の。大丈夫だ。いいですよ、しかし掴み技もうまく入れている。あーと、ここは食らってしまう。水車に対して、でも相手もこうね、あの光ってる時はこっちの攻撃無視してさらに上から叩いてくるんで。なるほど、あれさばき、結構ね、倒すのがちょっとこうタイミングが難しい。あ、こうですね。そうそうそう。ああ、感じるのじわりと HP が削れてきていますが、うわ、うん、なんか違うのしちゃった、違うのしちゃった。さばきたいのに解放をする。ここです、ここです、早かった。ガードはできるんだけどな。うん、そして、あ、もう月の糸が難しい。さばき難しい。さばきちょっと苦手ですね。うん、あ、しかし評価は A ですね。A だ、いい評価が来ています。さばきちょっと要練習ですね。そうです。やっぱ対これあとまあ対戦プレイとかになってくると、やっぱもうさばきの数が明暗を分けるのかな。どうしたんですか。大丈夫ですか。あ、わけわかんねえ。鬼にやられたんだろうか。それにしては傷が少ないような。うん、変な奴が誰かに構わず襲ってきやがったんだ。わけわかんねえこと叫びながら。ん、確かにそう離れていない場所におかしな匂いがする。おかしな匂い、鬼じゃない、あ、人のような、獣、獣といえば獣のような。本当に存在感のあるキャラクターですよね。本当に。おお。これは。いい声してんな。よくわからない変な匂いのやつがこの山にいる。さらに用心していこう。下手したら鬼より怖いですからね。そうです ね、 ね、誰とは言いませんけれども。無差別ですからね。ね、あ、しっ。に行ける。そう、このタイミングで R2 とか使うと、ほうほう、あ、そうそうそう、あ、すごい、横スクロール、ね、画面もね、縦だったり横だったりいろいろ入れ替わっていくところでまた鬼。お、今回もさばいていきます。さばく、あれ、さばきません。水ぐるまを放っていく。え、ここだ。あれ、今のは 0.4 秒早かったですね。もう一回いける。お、ガードは成功していますが、さばきではありません。難しいな。ここか。そう、そう、これがさばき。掴んだ。掴んだ。今のがさばきです。お。これ2連で成功させたらもう物にしたと言っていいでしょう。もう一回さばきチャンスきますよ。さばきたい。ここだ。あ、違う。おお、うわ、すげえ。すごい。戦いの中で成長している。評価 S です。S やったー。これは今のは完璧でしたね。やった、さばきからの隙の糸。ダメだ、この人はもう、いや、そうですよ、
あと、もう少しだけ早く裁きが完成していれば救えたかもしれない命だった、ね、裁き足りなかった裁き足りなかったうん、いや飲み込みが早い。いや、ちょっと才能あるかもしれないです。来てますね。あ、お、あのシルエットは、あ、他の参加者だ。でも、妙におどおどしているというか、この色は。風なら風って言ってよ。もっとそういうのやめて。いきなり風が吹くとか、風にビビって口から出てくるから。本当にグループに一人ぐらいこういう子欲しいですよね。欲しいですね。鬼がうろついてるし、何なの、何なんだよここ。なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの。俺嫌だって言ったのに一人でよく喋るな。あ、行っちゃった。早いな。ここではまだやっぱ名前は明かされないですね。そうですね。いただけなんだけど、参加者にもいろんな人がいるんだな。いや、いろんな人がいますね。炭治郎の許容量がすごいですよね。お、あ、なんか人が走ってる。逃げていく。あ、もうね、物にしてますもんね。もう行けますよ、私は。砂漠さばき、得意技、さばき。来い来い来い。早かったな、今のは 0.3 秒早かったですね。難しい。掴んだと思ったんだけどな。相手の鬼に言ってもね、タイミングがちょっとありますから。そうですね。早い早い早い、さばきが早い。早く来いめちゃくちゃ溜めるじゃん。そう、めちゃくちゃ溜めてくるね。あれ、ずらしだね、相手。ずらしですね。うん、さばきたい。究極さばかないでね。あ、さばく、さばきたい。ここだ。あー、ちょっと、どうだって今ロンダでも 0.2 秒差だったと思うんだよね。あ、捕まえてる。難しい。これは評価が心配だが、もう攻撃すらしない。さばきに、さばきに、さばきに行きたい。いけるか。今だ。ここか。なあ、ほら、この鬼との相性は悪いですね。あれ悪いですね、ちょっとタイミングつかめないな。鬼ごとに相性はあるのかもしれません。いや、ありますね、これは。これはソロプレイモード、皆さんもプレイしてぜひともさばきをね、決めていってほしいですよ。プレイは一旦ここまでと、はい、させていただきたいと思いますね。はい、マップいろいろ探索してね、うん、まあ実際にあの皆さんが進めた後にはこの先にボスキャラである天鬼が待っているんですが、うん、はい、その戦いはぜひご自身の目で見届けていただきたいなというふうに思っております、うん、ということで、まあちょっとね、うまくさばけたシーンがあったので。そうですね、ちょっと一瞬物にした感があったんですけど、まあ、本当一瞬でしたね。一瞬でしたね精進します。いや、もうやっぱ歩き回るの楽しいですし、なんかちょっとアングルが変わったりだとか、うん、いろんな道を通れたりとか、うん、あとはもうあのいろんなキャラクターにも出会えたり、すごい楽しいですね。そうそう、まあ、だからパネルなんかを開放していくのもね、やっぱそのコレクター欲が強い人の気持ちを刺激したりしますんで、うん、隅々まで回りたいですね。そうそうそう、ぜひともね。はい、ということでここまで紀藤さんには、まあ、炭治郎をプレイしていただいたんですが、まあね、禰豆子が戦うシーンももちろん出てくるわけですよ、はい、ちょっとね、次はそのシーンに挑戦していただきたいと。ついに禰豆子がプレイできるんですか。おっしゃる通りです。おー、楽しみ、まあ、どんなシーンになってくるのか分かりませんが、改めて、はい、意気込みを聞かせてください。はい、もう禰豆子役の声優としてもう禰豆子完璧に使いこなしてやろうと思いますので頑張ります。これがフラグにならないことを祈っているぞ小僧、なぜ人間の分際で鬼を連れてる。出た、なんかやばい、あれ、家庭用ゲーム鬼滅の刃火の神血風譚プレイレポート、次回もお楽しみに。